皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は茨城県の児童に向けたものです。今回は小学校4年生の算数、折れ線グラフの読み方の2時間目です。前回ジャンから来たメール覚えていますか？ロサンゼルス出身のジャンは1年間東京に住むことになりました。そんなジャンにどんなアドバイスができるでしょうか？前回は東京の気温の変化を一つの折れ線グラフに表しました。そこにロサンゼルスの気温も一緒に表すと、さらに気温の違いがはっきりとして、ジャンにより良いアドバイスができそうですよね。では、教科書14ページのグラフを見てください。今日の問題は、東京、ロサンゼルスの1年間の気温の変わり方のグラフを見て、気温の変わり方について調べましょう、です。今日は2つのグラフが並んでいます。目当ては、2つの折れ線グラフから読み取れることを考えよう、です。それでは早速グラフの下の3つの問題から解いていきましょう。1番、ロサンゼルスの気温が一番低いのは何月で何度でしょうか？またそれは東京の何月と同じでしょうか？ここで一旦動画を止めて考えてみてください。それではどうぞ。はい、では一緒に考えていきましょう。ロサンゼルスの気温はこの点々のグラフですよね。この中で一番低いところ、この両側が低いですよね。でもどちらが低いか分かりにくいので、定規を当てて考えてみましょう。こう見てみると、わかりますか？低いのは、一番低いのはここになります。ではここは何月でしょう？何月か、どこを見ればわかるでしょうか？そうですね、この横軸を見ると月がわかります。ここは下を見てみると12月、ロサンゼルスで一番気温が低い月は12月ということがわかります。ではそれは何度でしょうか？何度か、どこを見ればわかるでしょう？そうですね、この縦軸を見れば気温がわかります。ではこの赤い線のここは何度になるでしょうか？このグラフ1メモリ何度でしょうか？ここが0、5度、わかりますか？1メモリは1度ということになりますね。ここが15度なので、その一目盛り下、つまりここは、はい、14度になります。ではこれは東京の何月と同じなんでしょうか？この赤い線と東京のグラフが重なっているところを見ればいいですよね。ここは月は書いてありません。こちらですね。ここが東京の折れ線グラフと重なっています。つまり4月
東京の4月と同じということがわかります。続いて2番、東京とロサンゼルスの気温の違いが一番大きいのは何月と何月の間でしょうか。ではここで一旦動画を止めてそれぞれ考えてみてください。どうぞ。はい、では一緒に考えてみましょう。東京とロサンゼルスの気温の違いが大きい、それは2つの折れ線グラフの間が広ければ広いほど気温の差が大きいと言えますよね。どこが差が大きいでしょうか。ここが大きそうですね。ここも大きいですが、ここが一番広いということがわかりますか。こことここになりますね。ではこれは何月でしょうか。下を見ればよかったんですね。1月と2月、東京とロサンゼルスの気温の違いが一番大きいのは1月と2月ということがわかります。それでは3番、東京とロサンゼルスの気温の変わり方について気づいたことを話し合いましょう。実際話し合うことはできないですが、たくさんノートに気づいたことを書いてみましょう。その時に教科書にあるうさぎさんが言っていること、ジャンに何を持っていけばいいのかアドバイス、それを考えてみてもいいですよね。では一旦動画を止めて考えてみましょう。どうぞ。はい、たくさん書けましたでしょうか。では一緒に考えていきたいと思います。パッとこのグラフを見てみて、東京は大きな山のようになって、ロサンゼルスは平らが分かりますよね。つまり東京は気温の変化が大きく、ロサンゼルスは気温の変化が1年間であまりないということが分かりますね。ロサンゼルスより東京の方が気温の変化が大きい、こんなことに一つ気づくのではないでしょうか。はい、他にどんなことに気づくでしょうか。ここの差が大きいところ、12月から1、2月、それからここ8月、ここの差が大きいですよね。つまり東京はロサンゼルスと比べて冬がより寒く、夏がより暑い、こんなことに気づくのではないでしょうか。ではジャンにどんなアドバイスができるでしょうか。東京の方が気温の変化が大きい、こんなところから東京は夏と冬の気温の差が大きいよ、こんなアドバイスをまず一つできるのではないでしょうか。では何を持ってきたらいいのか。冬がこんなに差がありますよね。東京の冬は寒いんですね。ので東京の冬は寒いからあったかい服を持ってきた方がいいよ、こんなアドバイスができるのではないかと思います。では今日のまとめに入りたいと思います。今日の目当ては2つの折れ線グラフから読み取れることを考えようでした。いかがでしたか。
1本の折れ線グラフではなくて2つの折れ線グラフを1つのグラフに表すと2つの変化を比べやすいと言えると思います。それでは最後に鉛筆3番解いてみましょう。このグラフを見て正しいものを選んでください。ではここで一旦動画を止めて考えてみてください。それではどうぞ。はい、どうでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。まず、あ、4月から9月までは東京の方が気温が高い。どうでしょう。4月から9月、ここですね。ここは東京の方が気温が高い。わかりますか。ここ4月は東京の方が低いですよね。つまり「あ」は正しくないということがわかると思います。続いて「い」、10月と11月の間の気温の下がり方は東京の方が大きい。どうでしょうか。前回学んだことを覚えているでしょうか。線の傾きが急であるほど変わり方が大きい。覚えていますか。では考えてみましょう。10月と11月の間の気温、ここですね。ここのロサンゼルス、東京、どちらの傾きの方が急でしょうか。わかりますか。東京の方が急ですよね。つまり「い」は正しいということがわかりますが、ここで答えを出さずに「う」を確認したいと思います。東京もロサンゼルスも気温が10度より低い月はない。どうでしょう。気温10度はここですね。気温10度より低い月、どうでしょうか。ありますね。東京は10度より低い月があります。つまり、うは間違っている。正解は「い」が正しいということが言えます。では今日の振り返りです。一旦動画を止めて今日の振り返りをノートに書いてみてください。それではどうぞ。これで茨城オンラインスタディを終わりにします。次の動画は一つのグラフを二通りに分けて違いを考えるという動画です。楽しそうですね。これで小学校4年生の算数、折れ線グラフの読み方の2時間目は終わりです。それでは皆さん、また会う日まで。さようなら。